さん、こんにちは。タスです。今日はトリビアの泉を見ます。トリビアの種は、ガーナのサッカーの会長の名前はヤホニャホ、なんだったニャホニャホタマクロ、ニャホニャホタマクロってアニメのキャラでしょうか。アメリカにいないからわかんないが、この男の人の名前の背後にある物語を見るのが待ちきれない。面白そうね。もし動画が面白ければチャンネル登録といいねお願いします。じゃあ行きます。ガーナでしょ。おお、なぜかな？面白い。 Is it on purpose or is it just a coincidence?うん、すごい。そうなの？ニャホニャホタマクロ、ほんとだ。あ、アンパンマン。にゃほにゃほ。にゃほにゃほ。あ、このキャラ知らない。謎の、わかんない。なんか怖い。にゃほにゃほー。あー、はあ、はい。すごい。He really went with it.
すごい。ほう。え、面白い。え、すごくない？いっぱいね。ヤッホーヤッホー玉黒 優しい人みたい。ほう。ヤッホー。ああ。なんかかわいい。おお。そうだよね。え、すごい。94兵でした。一番いっぱいでしたかな。やっぱり、ニャホニャホタバクロの名前は単なる偶然のようです。とっても面白いね。スポンジボブの名前を持っている人ようですね。でも優しい人みたいですね。もっとトリビアの泉を見たい方はこちらです。で、私のメンバーシップかパトロンというサービスに参加して私をサポートしてくださいね。じゃあまた見てね。バイバーイ。